アラブル神、スサオの、第6話、三種の神器は、誰のもの、の巻。ペトロの目視録曰く、最高位天使、ウリエルは、最後の審判の時に、地獄の門を開くという。この地球を守る、シールドは、完璧ではなく、時々、極小の悪魔が、地球に侵入する。ヤマタノオロチは、8つの山にまたがるほど巨大で、全長が、約4キロもあった。もともとは、竜神であり、日本の気候を管理していた、オロチは、333メートルの、神剣を保有していた。さて、オオラチが、中学生の自分に、スサノオに、歯の僕したことがあった。天の村雲の剣さえあれば、負けることも、なかったろうに、あれは、もともとは、我が一族の剣だ。ええ、マジで、おやじ。そんなヤマタノオロチ理事長の、マンモス学校法人は、全国の系列校を、監視カメラで、監視していた。また、オロチマンモス学校法人は、他の不良校を、優勝で、改善するプログラムを、販売していた。一方、オロチマンモス、高校の、ジャガフー太郎は、マンモス高校の、風紀委員長であった。彼らは、全国各地の問題校の、風紀改善を、優勝で、受け負っていた。問題校の、校長、このマンモス校の、風紀委員長のゼラに、すべてお任せください。ジャガは、精鋭第一、風紀チーム3人を、率いて、この地に赴いていた。さーて、今日も、お仕事しますか？マジカル、エレクトロンパワー、スーパーチャージ、陣内霊視充填。あたいは、マンモス第一風紀部隊、筆頭の三上雷子。この程度の数なら、あたしの雷撃で、一発、解決なんだけどね。いいか、お前ら、相手に怪我を負わせるな、手加減しろ。あたい、一人で、十分なのに。手柄を、独り占めするなよ、雷子。君たち、おとなしく、校長の指示に、従った方が、身のためだよ。ざわざわ、どうなるのかしら？君たちの意見も聞くから、おとなしく、話し合いに、応じてくれ。うるさい、相手は、たったの3人だ、やってしまえ。仕方ない、神速5連パンチ。次は、俺だ、なぁ。クライナ、リミット、マジカルエレクトリック、レースチャージ。うなぁ。ほーら、もう一発、マジカルエレクトリック、レースチャージ。うなぁ。問題は、解決しました。不良は、学校側と、交渉の場を設けるようです。僕労だった、報酬は、講座の校に、振り込んでおく。今日は、ここで解散だ。お疲れ様でした、ジャガ先輩。その一行で、ジャガの放った、工作員は、クシナや、セに、近づいていた。クシナちゃん、うちの学校に、遊びに来てよ、ファンが待っているよ。マジカル、エレクトロンパワー、スーパーチャージ、陣内霊視充填、内霊視充填。どうかしら、面白かったかしら。それじゃあまたね、バイバイ。